大官頭とは、豊臣政権期から江戸幕府初期にかけて、徳川市の両国であった関東地方の両国支配を担当した4名の大大官の続称。天正18年から慶長18年まで昨日。三河府大の稲中寺、今川市九神の長谷川長綱、彦坂岩省、武田市九神の大久保長安の4名を指す。寛状武行廃下。 彼らは徳川氏が三河国、駿河国東の河国支配時代から徳川家康に仕え、天正15年以来進められた、両国支配の再編の過程で検知をはじめとする農業、工業、交通、司法の各方面の整備の実務を担当した。それは天正18年に徳川氏が関東に違法された後も変わらず、 むしろ新領国支配体制編成の中心として活躍して、徳川家康の側近として名前を連ねるようになる。大寛頭のうち、伊賀は武蔵国小室、長谷川は相模国浦が、彦坂は相模国を勝つ、大久保は武蔵国横山に陣屋を設け、徳川市の本拠である江戸城を半円状に取り囲む形で配置され、さらに武田、今川、 北条各地の旧進からなる小城間、手台を各地の商人屋に派遣して、軍、両単位の支配を行わせた。江戸幕府成立後、佐渡国、岩見国などの鉱山経営にも関与するようになる。だが、慶長9年に長谷川が病死、慶長11年に彦坂が失脚し、慶長12年に徳川家康の隠居に伴って、稲中寺は江戸城の秀田だ。 大久保長安は、寸府城の家康に近似するようになると、その性格は大きく変わることになる。慶長15年に、稲忠臣が病死し、慶長18年、年寄り宗に名前を連ねるに至り、天下の壮大官と呼ばれた大久保長安が病死した直後に突如一族、家臣が中殺されると、大官頭の権力は解体され、老中、勘定奉行に管轄が移る。 稲中寺の子孫が関東軍大と称して大官頭の職務を縮小する形で存続したもののそれも完成4年に改役されることで幕を閉じた。公認組織は1792年3月より1806年まで関東軍大。1806年より1864年まで関東軍大が空席。実務は 幕露町御用や敷詰大官。1864年より1867年まで関東軍大、あと、関東在方係になり、明治維新を迎えた。関東大官頭とも呼称されることがある。ありがとうございます。